今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。本日はゲストの方にお越しいただいております。ご自身の声で自己紹介をお願いします。はい、さい、おはようございます。じゃねえな。こんばんは。吉田康則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、ノリーさん、私多分、ホーメルの時に何回か多分お会いはしてると思うんですよ。あ、そうなんだ。そう。あの、懐かしのホーメルでこんにちはの時に。はい、うんうんうん、で、旦那のリクカイクーさんもホーメルで何回かお会いしてると。そう、旦那さんの方は、何度かお会いしてますけどね。なんか変わってました今日久しぶりに会って。変わってたかな。そうでもないっす。まあ、一言目がすぐ、ノリ太ったって一言目だったから、ね。そこですか。なんか変わったことあったの？いや、最近、アルコールをやめまして、ノンアルに変わってるんですよ。なので、若干痩せたかなっていうのはありますね。あ、そうなんだ。そうなんです。ちょうどマスクしてるかわからんかったね、あんまりね。あ、なるほど、なるほど。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、いつもでしたら、ここで一曲行くんですが、ノリーさんにせっかくなので一曲お願いしようと思うんですが、よろしいでしょうか？はい。私でよければ。何を？何がいいですかね。いつもどんな感じなんですか？賑やかな感じだから。賑やかな感じが多いですね。そうですか。一曲じゃ、夏で海開きましたので、はい。一曲じゃ、海のチュンボーラを、お、さつ聞いていただこうかと思います。海のチンボラが魚焼いた秋は、ピサのサチザチ油さや、サコのワッサや、スパナリナリ、サブチの真ん中のサブサブサイ、島のヘイ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 、ヤサワサ、チンヘイヘイヘイ、海の刺し草やアンチョラさ、長びく、和民里目に落ちなびか、したこの朝やスパナリナリ、サブチヨの真ん中、サルサルサイ、島のヘイ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 、ラサーサチ、ヘイヘイヘイ、チジアインドマミ、中島や豆腐マミ、小石は炭治衣服マミ、スタコのワッサやスパナリナリ、サブチユの真ん中、サルサルサイ、島のヘイ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 、ラサーサチ、ヘイ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 、チジのインドマミカディンチャンナにしてた、カディアンチャシが味合わせたさ、カギのワッサや、プッテナギナギ、サウチユの真ん中のサルサルサイ、島のヘイ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 、ヤササチヘイ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 、ヤササチヘイ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 、ありがとうございます。ありがとうございました。
キャスの方がちょっと来てますので紹介したいと思います。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、ノーリーさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン、お久しぶり風に元気そうで何より、最近遅刻して、カズコさんに怒られてないね。大丈夫と来てますよ。大丈夫。だと思ってるけど。だと思っているけど。ちょっと待ってください。私の方がちょっと、キャスが久しぶりに、なんせゲストさんが来てるということなので。うん、遠目で。遠目なんですね。なのでちょっと、スマホで見ようかな。その方がいいかも。ちょっと待ってくださいね。僕のタブレットお使いしますか？あ、大丈夫です。大丈夫です。なんとかいけます。ショックなぁ。沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。ノーリーさん来た、はじめまして、と来ております。はじめまして。旦那の陸海空さんも来ております。国宝級の海のチンボーラー来たーと来てますよ。ありがとうございます。国宝級。国宝級。どこの国でのね、これ。いや、でもありがたいですね、本当ね。カーブボーイさん、YouTuber5000 人超えたかな、次の目標は1万人かなと来てますよ、うん。ちょっと気が早いね。ちなみに今 YouTube の登録者数はどのぐらいになりますか？あと3、40名ぐらいで4000人突破しますね。おー。なんとかおかげさまで。すごいですね。はい、X の DM が届いておりますので、そちらから先に紹介したいと思います。サッチーさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。わそして、ノーリーさん、はじめましてと来ているのは、はい、沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさんから来ております。なるほど。今夜、ノーリーさんがゲスト出演であると同時に、2週続けての登場ということで、まさに、スペシャル、感満載ですね。お便り出すこと自体が光栄でございますとっております。ありがとうございます。というのも今回ノーリーさんをお呼びしたのは、うん、旦那の陸海空さんが、うん、ノーリーさんを、うん、出してみたらっていう声かけがきっかけでメッセンジャー送ったんですよ。あ、なるほど。そう、赤字地自体聞いてはいるんですよ、はい、聞いてるんですけど、はい、なかなか朝早いので、うん、メールがあんまり遅れてないっていう私自体が、はい、まあでもそこは嘘でも聞いてますよって言ってくれれば嬉しいかなと思いますけど旦那の陸海空さんと部屋が一緒なので、うん、赤字自体は陸海空さんがもう流しっぱなしで聞いてるので、ね、うん、そうそうそう、たまにねやっぱり陸海空さんからもメール来たりして、はいはい、そうそうそう、ダイレクトのメール、やっぱり面白いな、メールってのはね、今ね。面白いですね。ダイレクトにバンバン来るからさ。あ、自分たちが森和子と二人でなんか言うたくすると、それに対してバンバンこの返答が来るから。ああ、そうですね。面白いもんだなと思ってますよね。まあ、吉田安政と森和子時代にはなかった、またなんていうのあるじゃないかなと思うんだよね。ああ。そう、吉田安政の場合はもうメールなんて持ってのほか、あ、ファックスもようやく取るぐらいだったから。あ、そう。もうそれまでハガキしか取らなかったから。おー、そっかそっか。そう、ハガキのみのリクエスト、またそういうメッセージにしても、ハガキのみだったから、うんうんうん、そう。自分が入ってきて初めて、このメールとか、はいはい、ああいうのが出始めたからね。おー。そうそうそう。じゃあもう時代が、まあ時代といえば時代なのかなと思うけどね。でもまあやっぱ中にはね、やっぱそれでもまだ未だにハガキで送ってくれる人多いんだけどね。そうそうそう。今でも結局ハガキだけでももう1000枚ぐらい溜まってるし。へー。そう、メールに関してはもう今2000枚以上超えてるし。おー。そう、それをだから一曲一曲全部お届けするということで毎日一生懸命してる。はい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 。毎日一生懸命してる割には、一体ユンタクのおさぬってよう怒られるから。そうそうそう。でもその森和子さんとノーリーさんの掛け合いも面白いんですよ、うん。ありがとうございます。そう。いつも私聞いてて、うん、起きてる時にちょうど掛け合いがあった時は笑ってます。ありがとうございます。キャスが来てますので先に紹介しようかな。
ハープボイさん、ハガキはこれからまた大変ですよね。なんかまたね、値段上がってるでしょ。そうそうそう、どんどん上がっていくハガキと来ております。そうなんだよね。あれ、ね、値段も、結局、ほら、50何円から、今63円かな。あ、そこまで上がってるんですね。そうそう、上がってる。だから結局、ハガキ送る人たちは、メールを送る人たちよりも本当大変なんだよね。あー、メールはほらね、まあ、特に1回何円とかの世界だけど、はいはい、そう、はがきはもう60何円出さないと1回のはがきが送れないので。ああ、そっかそっか。そうそうそう。だから本当はね、あのはがきで来る人なんかもありがたいのがあるんだよね。ただメールで来る人たちのありがたみっていうのは、やっぱこのダイレクトに来るってことは、その日を聞いてるってことだから。はいはいはい、そっちも 俺なんかの、聞いてくれてるんだなっていう、知るためのバロメーターでもあるんだよね。だからこれも全部そうでしょ？そうです、そうです。ね、結局だから、これもやっぱり、ね、今聞いてくれてるから、見てくれてるから、結局やっぱこういうメッセージが来ると。これやっぱ嬉しいことだよね。そうですね。うん、もうすぐさに反応が今来るので。そうそう。ありがたい限りではありますね。まあ、でも本当ね、ハガキ代がね、本当上がりまくって、今もう何でもかんでも消費者に苦しい時代だよね。そうですね。何でもかんでも上がって、うん、なんか上がらないのは自分の給料だけみたいな。本当ね。値上がりして給料まで上がってくれるなら嬉しいですよね。そうなんだね。だからやっぱり比例して一緒に上がってくれてもいいけど、うん、どちらかというと今反比例じゃない？反比例ですね。商品はどんどん値上がりしていくけど、給料はどんどん下がっていくしみたいな。うん、ほんとそんな感じかなと思うんだよね。税金だ。まあ、これまではちょっと言えないのかなと思うけど、まあまあまあ、でもね、コロナ時代にいろいろやっぱ国にお世話になってるからさ、はい、まあ、まあそれはそれなのかなと思うけども。でもいろんななんか問題が起きて、なんか国も今大変だなってテレビで見てますけどね、本当ね。いやいやいや、はい。メールの方に戻りたいと思います。お願いします。サッチーさん、ノーリーさん、こんばんは。こんばんは。埼玉の山奥からなんちゃってお遍路でございます。久しぶり。サッチーさん、いつも、放送お疲れ様です。ノーリーさんも、毎日毎あ朝の番組お疲れ様です。ありがとうございます。ノーリーさんとは去年の10月の、東京大久保のライブで一緒にタバコを吸いながらお話しさせてもらったのが最初で、それ以降はお会いしてませんね。うん、近結なのでなかなか沖縄には行くのは難しいです。また関東でライブがあるときはお邪魔したいと思いますので、早めに告知をお願いします。ありがとうございます。仕事の休憩中にメールを打っているので、この辺で、お二人とも時間までのんびり放送頑張ってくださいと来ております。なんちゃってお遍路さんは、ツイッター X の方で繋がってて、オンエア日、の、まあ、言うと、今収録が月曜日なので、日曜日先週の日曜日になりますかね。はい、に、ノーリーさん来るよっていうのを X で告知したら、はい、最初はよろしくお伝えくださいってだけ来てたんです。なんですけど、はい、応援メールでもいいので送ってくださいっていう返事をしたら、メールを送ってくれました。ありがとうございます。意外とX も昨日のオンエアの時反応良くて、うん、意外と私番組中にポスったりとかチェックは欠かさずいつもやっております。ああ、さすがですね。僕ツイッター全然使えないんで。ノーリーさんツイッターとか使えます？見るだけです。最近なんかこのなんて DM っていうの、はい、DM を自分の今この YouTube を編集してくれてる人がいて、この人とのやり取りでようやくこの X のこの DM が使えるんだと。あ、最近。最近。へえ。使い方がわからないから、いつも見るだけ。なるほど、なるほど。またこの X がこの情報が早いじゃない。早いです。めちゃくちゃ早いです。そう、自分も最近この、だから、この YouTube のライブとか、自分のなんかの時に上げたりするんだけど、はい。上げて投稿しましたって言った瞬間、このスクロールしてさ、
一番新しい情報の一番上に乗るのかなと思ったら、はい、全然見つからなくなるもんね、自分も。たまに、たまにあります。どこ行ったのかなっていうぐらい。たまにあります。固定しないといけないですよね、そうですね。そうそうそう。でもすごいよね、ほんとね、今の世の中ね、ほんと。インターネットがすごい発達したのがきっかけですよね。X とかも、Facebook とかもそうですし。そうですね。うん。僕が学生の頃はモバゲーとかありましたよね。懐かしい、モバゲー。ミクシーとか。うわ、懐かしい。ミクシーね。あの、意外に、あの、趣味の共通点とか、はい、あって、ある人と、なんかメールを送り合ったりとか。そうです、そうです、そうです。そういうのもありましたね。ミクシーで知らない人たちと集まって、ローラーブレードで道歩いたこともありますね。そうなんだ。はい。やっぱり、あの、周りにいない趣味の方と集まるには、こういう SNS の力ってすごい大きいですね。そうそうそう。エッグアップボイさんがキャスの方で、ダール、昨日忘れてた民謡の花束に夢中になってカップラーメンの話の時だったっけ？昨日のやつ、そうです。昨日オンエアしてたのはカップラーメンの話をしたんですよ。なので、その話ですね。なんちゃってお遍路さんも、この、ミオの花束の方を聞いてるから聞けないよっていうのをいつも返答はくれるんです。おう。そう。まあ、オンエアと限らず、月曜日の方も。ですね。収録してるので。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いしますって感じですね。ノーリーさん、ちなみになんですけど、三線始めたきっかけって何ですか？このね、きっかけとかって聞かれると難しいんだよね。もうなんか、あの、ちょっとかっこいい言い方すると、まあ、あの、普通に自分が歩く道だと思ってやってるもんで。はいはいはい。なので、あ、これできっかけにやろうとかっていう、あれではないんだよね。あ、う、あ、ん。だからなんかこのきっかけって言われた時にいつも困るわけ。なるほどなるほど。そう。自分も記憶はないんだけど、薄いんだけども、うちの吉田先生曰く、俺はステージはもう、4歳ぐらいか経ってるって言うから。へぇー。ステージって言っても、自分もやっぱ恥ずかしいから、覚えてるのが小学校1年生ぐらいの時に、6歳か7歳ぐらいの時に、このお祝い、昔はお祝いは公民館とか、はい、ああいうところでよくやってたんだけど、ああいう時に、うちらのね、このステージマンっていうのはすごい嬉しいことで、はい、後ろにオードブルは食べ放題でも置かれるし、飲み物は飲み放題で、もうジュース、コーラ、ウーロン茶がもういっぱいあるわけ。はいはいはい、それを楽しみに自分は小学校でもよく行けたわけ。で、自分はあくまで、あの、吉田生たちには太鼓を打つに手伝いに行くっていうことで、重く、あの、そういう、あの、何この、あれで行って、行ったらあっちで食べるだけ食べて飲むだけ飲んで、たまに眠って、終わったらね、起きてるっていう時もあったわけ。そんな感じの毎日を暮らしてたので、そうそうそう。だから、三味線自体はでも二十歳から始めたんだけど、そうそうそう。太鼓とかそういうステージ自体は4つとか5つぐらいからやってるわけよね。そうそうそう。まあもうその4つ5つの時はほらね、ステージに立とうとか、プロになろうとか、そういう話じゃなくて、後ろのオードブル食べたいな、ジュースコーラ飲みたいなっていう、もう本当にたった本当にそんだけの、あれだったんだよね。それから結局やっぱ太鼓で、まあステージをあちこち回りながら、そう、だからもう自分もその時は、袖から出ずに、袖、内でずっと太鼓叩いてたんですよ。だから結局それで、うちの吉田生が、いつの何かの時に、面会食うわっていうことで、引っ張り出されて、そこで太鼓打ったもんだから、その時のお祝いに来ていた、招待客に来ていたおばあちゃんが、はいはい、そこに結局まあ、俺がほら、ちっちゃいじゃない。ちっちゃいから、チップくれるって。俺が太鼓打ってる時に、1000円持ってきよったんだって。へー。だから、なんか、今の子たちだったら、はい、なんか太鼓をそっちのけで取りに行きそうじゃない。はい、だけど、俺は、なんか、太鼓打つのに打ってるから、邪魔するなって格好で、結局、そこに打って打って、そこに打って打って打ってたらしいんだけど。そんだけすごい生意気な人だったみたい。プロフェッショナル。もうちっちゃい時から、プロフェッショナル。そう、それで、結局、まあ、太鼓だけじゃなくて、やっぱ歌の方も勉強するなったのは、そう、あ、これぐらいがきっかけだ。うちの兄貴が、ちょうどね、リンケンバンドさんがいるじゃない。はいはいはい、いますね。リンケンバンドさんが、自分なんか小学校時代すごい絶頂だったの。うん、もう、祭りイコール、リンケンバンド。はい、リンケンバンドイコール祭りだったの。っていう、本当にそれぐらい。
だったのね。で、その時にうちの兄貴がリンケンバンドさんの歌を三味線でてん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 してて、それを結局自分も真似して弾き始めたんだけど、そっから結局うちの吉田生が、だったらじゃあ、何、ちゃんと習えっていうことで、俺だけ習い始めたわけ。あ、そう、うちの兄貴はやらなかったわけ。要はもうあくまでリンケンバンドが好きだからっていうこと。あ、そうそう、やらないで自分だけ習って、そう、小学校、それが4年生の時。お、そう、4年生の時で、5年生までの1年間を習ったんだけども、その後結局やめちゃって。あら。そっからも全く一切触ってない。そう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 。私も三線ちょろっと習ってたんですよ。実はといえば。FM ギノワンさんの、イベントで一度弾いたんですけど、はい、小学校5年生から中学校3年生まで、おだいぶ習ったんですよ。沖縄市の、三線教室って週に1回教室が今もあるのかどうか定かじゃないんですけど、その当時はあったんですよ。で、その時に、流部も併用して習ってたので、で、流部からやっぱり弾く側になりたいっていうのがきっかけで、それで小学校5年生から中学校3年生まで習ってたっていうのが、私の三線の経緯ですね。うん。で、賞まで取ったらっていう話もあったんですよ、新人賞。けど、私は、バスケがやりたいがために、三線やめました。はい、ちょうど三線教室が卒業っていう時に、高校受験だったので、タイミングがいいのか何なのかで、それでも卒業って形で、一切触ってなかったんですけど、高校3年生の時にちょっと、シマンチュの宝を弾けるだろうっていうことで、クラスの人から2週間だけの猶予で、完全耳コピーをやりましたね。耳コピーできるのなかなかすごいですよね。うん。ね、確かにね。僕も三線は興味あったんですけど、おじいちゃんが持ってたんですよ。で、弾いてたんですよ。やるかって言って、やらしてもらうんですけど、だんだん厳しくなってくる。しょっちゅう泣かされて。違うだろうって。それね、幼少期からさせられた囲碁と三線は一回嫌いな時期ありましたね。大人になって結構好きになって、また戻ってくるんですけど。だから私も三線また習いたいなっていうのは実はあるんですよ。けどどこで教室やってるのかさっぱり分からずって感じで。なんかキャンケイの男はなんか途中で本気になるんですよね。子供に負けたくないなるほどね。そうなんですよ。そろそろ、あと何分ぐらいあります？あと3分です。OK。どうしようかな。先に、来週のテーマ行きましょうかね。はい。来週のテーマは、フリーです。というのも、そのままよく、2週撮りに今回しますので、そのままフリーという形で行きたいと思います。はい。皆様のコメント。コメントなり、メールなり、どしどし送ってくださるとありがたいです。はい。ね、じゃああと1つあるんですけど、来週に待ち込みます。はい。せっかくなんで。コメント来ましたね。来ましたね。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさん。サッチーさん、キャス上の皆さん、こんばんは。こんばんは。ノーリーさんはどうも、はじめまして。はい、どうもお二人とも浴衣お似合いでございます、と来ております。カープボーイさん、今だったらすぐぐらいに行くでしょうって、何の話でやったんだろう。何かの話ですね。沖縄市だったら、島袋達也さんとか、松田、これは、和俊さんのところ行ったらいいんじゃないって来てますね。確かに、近い。近い。達也さんはどうかわからんけど、和俊さんはあれだよ。どちらかったら半分飲みなんだってよ。飲みどういうことですか？三振稽古10分、飲み50分。はい、そんな、どうしてあるのか。僕が興味あるのはあれですけどね、ハープボーイさんのこのコメント。AE86 転がしてた時はもう民謡やってたの。やってた。もう、その車のために働いてたのもんだからね。ですよね。
僕も今絶賛車修理中です、ね。はい、ということで残りお時間1分となりました。はい。どうしようかな。ちょっと早いですが、ちょっと締めましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ミキさんのキャンプ。はい、ノーリーアイビータン。ありがとうございました。また来週。ということで、1分間はちょっと、オフトークで。オフトークで。そうそう、あの時車乗ってたんだけど、あの時ね、給料が月7万しかなかったわけ。はい。7万しかない状態だけど、もう10万のパー使ったり、15万のパー使ったりして、もうこの行ってる車屋さんが、よくしてくれたもんだから、いいよ、分割でいいよって言ったから、もう、要は頭金って格好で、手付け金って格好で、はい、じゃあ今月はいくら。で、来月じゃちゃんとまた残る分持ってこいよってから、で、残り分持ってきた時にパーツつけそうだけど、違うけど、残り分持ってくる前にパーツはつけてくれるわけ。はい、だからもう最高だったんだ。だからもうなんかさ、悩みながら、あ、どうしようかな、これこんなだったら給料がこんなだしなって考えなくてもいいわけよ。これ欲しいから、これとこれでいくらだから、じゃあいつ今月いくら持ってきた、来月いくらしようねってから、そうそう、あんな人決めてやったりしようと。僕今、サーモスタットが壊れて、オーバーヒートしちゃった。何乗ってんの？アルキセイトに乗ってるんですけど。アルキセイト？アレクセイト。ああ、アレクセイト。はい。で、持って行って、今ディーラーで修理してもらってるんですけど、クーラント周り、もうラジエーターが全部取っ替えます。あやば。で、取っ替えて、その中の、ファンモーターがもう製造中止になってるっていうので、ちょうど自分で探して、社外新品を、今日、松田に今持ってって、はい、今ちょっとまた取り付けてもらってると思うんですけど、だちょっと怖いのエンジンランプついちゃったんですよね。ああ。圧縮落ちてたらエンジン交換。80万っていう。今でも、あれだね、アルクセイトなんかは、今どれぐらい、いくらぐらいですか？車体価格大体、僕が乗ってるグレード、買った時は70万だったんですけど、今100万ぐらい。ちょっと値上がりしますね。今なんかああいう車がすごい値上がってるね。マニュアルも、やっぱりちょっと今希少なので、値段が上がってきてますね。もうマニュアルどうしても乗りたかったんで。自分も今だから、自分のちょっと神さんなんか内緒で、またちょっと86買ってみようかなとか、すごい今考えてるわけ。やっぱあの頃の86です。あの頃ですよね。いいですよね。だから今の86は、俺からしたら86じゃないって言ってるわけ。はい。ですよね、なんでかったら、名前だけが86で、中身はスバルだから、はい、エンジンは。ダメダメ、今の86じゃない。水平対抗ですもんね。で、オフトークが盛り上がる。あの時に、そう、はい、自分が結局、こういう着物ではなくて、白いズボンの、白靴の下流種ウェアな時、うん、で髪の毛がバッて立ててやってたもんだから、もう本当になんか、どこぞのホストかっていう、っていう感じだったわけ。で、まあ、格好を見ると、ホストじゃない、どこの、なんだろう、裏の世界なのか、何なのか分からないけど、なんか本当になんか、すごい派手派手なもん着てたから、はい、で、ウィーンって走ってるじゃない。で、ウィーンって走ってたら、結局隣で並んできたのが、隣に並んできたら、あの時ちょうどダパンプなんかがすごい流行ってたの。はい、ある時ですね。で、ダパンプの曲が流れたりして、もうボン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 聞かせて、俺が止まってきたら、わしんなよやー。わしんなよやー。一瞬これで、ふっ、見ろけど。で、たまに走ってる最中に、見せたら、コンビニ止まって話しませんかって、あ、いいですねって言ったら、俺はこの格好だから、はい、降りた瞬間に、やばいと思うんだろうね。ウィーンって出ていく。どこ行くのみたいな。え、話しないのうわぁ、これ放送でも聞きたかったということで、一旦止めてまた再開したいと思います。はい。引き続き皆さんよろしくお願いします。